モンゴルのゴビ砂漠で見られる断層崖変動地形は地殻変動の影響で形成された地形のことであり、新しい変動体において特徴的に見られる。断層地形、終極地形、極流山地、極高盆地、軽動地界などが含まれる。もともとは構造地形として扱われていたが、侵食地形と区別することが重視されるようになり、変動地形という用語が使用されている。 変動地形には大規模なものから小規模なものまで存在し規模の幅が大きい。大規模な変動地形はプレート運動の影響により中央海嶺系や東固海溝系が挙げられプレートテクトニクスとの関わりが深い。中規模の変動地形は近くの変動で形成され断層地形、極動地形、終極地形などが挙げられる。小規模の変動地形では 岩石強度の超過による断裂などが挙げられる。変動地形を判読するためには、侵食地形や堆積地形ではないこと、すなわち近く変動に起因する地形であることを確認する必要がある。地形面や地形線の変形をもとに判断していけばよい。断層地形とは、断層が任意の形態で地表面に表出している地形のことである。断層地形は、断層変異地形と、 断層作白地形の二つに分けられる。断層変異地形とは、断層運動に伴い直接的に形成された地形のことである。縦ずれ断層運動によって形成された地形を、縦ずれ断層変異地形、横ずれ断層運動によって形成された地形を、横ずれ断層変異地形と呼ぶ。縦ずれ断層運動に伴い地表面の上下方向でのずれが発生し、断層崖や、 しおり曲がけなどが形成される。断層がけとしおり曲がけを合わせて変動がけといい、山地と盆地や平野の境界において形成されることが多い。断層がけは断層運動による地表面の切断によって形成され、しおり曲けは地表面のたわみによって形成される。断層運動による変異が小さい時は地層上部が 蘇生変形に限られ先断変形がなされないため、しおり曲が起こるが、変異量が大きいとき、あるいは断層運動が繰り返された場合は、先断変形により地表面が切断され、断層がけが形成される。アメリカ合衆国のサンアンドレアス断層で見られる、横ずれ断層変位系形一方、横ずれ断層変位系形では水平方向に地表面のズレが発生し、 地形線の屈曲などに現れる。このような屈曲し、食い違った状態のことは、オフセットと呼ばれる。オフセットに着目することで、右横ずれ断層と、左横ずれ断層を見分けることができる。オフセットが起きている谷を横ずれ谷、尾根については、横ずれ尾根という。また、尾根の横ずれに伴い、近隣の谷の全面が囲まれて形成された地形を、閉塞球と呼ぶ。 このほか、横ずれに伴い局所的な地形の膨らみや、大地の形成も起こる。なお、断層変異地形は活断層の存在を把握するために重要であり、地震予知の観点からも研究が進められている。断層策迫地形は、古い断層の影響による差別侵食によって形成された直線上の尺迫地形のことで、断層線崖、断層線刻などに分けられる。 断層線崖とは、古い断層線を境界として、岩石層の侵食の受けやすさが異なることにより、侵食されやすい側が削剥されることで作られる崖のことである。断層線国とは、古い断層がある場所で侵食を受けやすい断層破砕帯で削剥が進行することで、形成される谷のことである。ザグロス山脈の終極地形、終極地形とは、 集極に伴い形成された地形のことである。集極地形は集極変異地形と集極削白地形の二つに分けられる。集極変異地形は、かつ集極の活動に伴い形成された地形のことで、かつ敗者地形とかつ降者地形に分けられる。かつ敗者地形は、かつ敗者運動で形成され、突型をなした周囲より標高が高い地形である。一方、 活光者地形は大型で周囲より標高が低く、活光者運動により形成される。終極策白地形は、過去の終極地形が、差別策白を受けることで形成された地形のことである。敗射部が、尾根、降射部が谷として残った上で、敗射産業や、降射国を形成することは、限定的であり、元層間での侵食の受けやすさの相違から、敗射部が、谷。 高射部が尾根になり、高射産量や廃射国を形成することもある。これにより、ホックバック、同射産量、ケスタ、作白高原、地層階段、メサ、ビュートなどの差別作白地形が形成される。極流によって形成された産地のことを極流産地と呼び、例として四国産地が挙げられる。一方、極高によって形成された盆地を極高盆地と呼び、 関東平野などが該当する。関東平野では、日本国内において、極光が最も激しく、第四期に関東づくり盆地運動という、地殻変動を受けたことに起因する。極流産地と極光盆地を合わせて、極道地型と呼ぶ。経道により形成された地界を経道地界と呼び、活習極地域に存在することが多い。多くは、地界の片側、 または両側に断層があり、軽道断層地界とも言う。軽道地界は断層や地震との関連性が大きく、軽道をもとに過去の地震活動も把握できる。ありがとうございます。